新型コロナのワクチン接種が進むアメリカでは首都ワシントン近郊でも閉館していた博物館の一部が再開しました。再開した博物館の目玉、スペースシャトルのコーナーです。今回の再開にあたって入館できる人の数がぐっと抑えられているため、訪れた人たちはゆったりとした空間の中で楽しんでいます。ワシントンを中心に博物館などを運営するスミソニアン協会は5日、バージニア州にある航空宇宙博物館の別館をおよそ5ヶ月ぶりに再開させました。Especially have our children experience something like this after a long awaited year and a half. So, yeah, it's a lot of fun. 入館の際にはマスクの着用が求められるほか、無料のチケットを予約制にするなど感染対策が取られています。今月、博物館や美術館、動物園なども順次再開する予定です。